今回の深夜のコソコソ話ナミさんの人生戦略12は後悔より行動しようというテーマでお話しいただきましたでここでね私はね考えるのは行動前後悔と行動後後悔ってことなんですよつまり物事ってやってもやらなくても探せば後悔って見つかるんですよああなんでやらなかったんだろうああなんでやっちまったんだろう両方ともありますでもこれはね 中学や高校の時の甘酸っぱい青春の思い出を思い出していただければ分かるんですけども自分のちょっと気になった女の子に声をかけて振られましたっていうのは今となってはいい思い出ですけどもものすごくね気になっていたんだけども結局一言も声をかけられずに終わっちゃいましたっていう後悔ってこれちょっと引きずるというか空っぽになっちゃうんですよねあの頃に戻れたらってなっちゃうわけですよ、まあ、この例からしてもですね全部に当てはまるわけではないんですけども やってみてどうだったかっていう後悔の方が人生の財産になりやらなかったからやってみたらどうだったのかなっていうのは人生のやり残しになるのかなと思うんですよね、まあ、ですんで私はねやっぱりどうせ後悔するならやってみた方がいいかなと思いますねですからね私はね当たって砕けろみたいな言葉は結構好きなんですよ当たってみて砕けることも青春かなとその青春はまだ続いてるんじゃないですかと思う 49歳でございました。いってらっしゃい。